テオヤンセンは、オランダアーネム出身の元サッカー選手、オランダ代表である、ポジションは MF。地元アーネムにあるフィテッセの下部組織出身であり、1998年12月12日にトップチームデビューした。2003から04シーズンは、ベルギージュピラーリーグの KRC ヘンクにレンタル移籍した。フィテッセでは、負傷や出場停止などで活躍を阻害され、 2008年夏に FC2 エンテに移籍した。2009年11月、フィテッセ戦後に飲酒運転で事故を起こし、同乗していた3人のうち FC、リンデンに所属するケビン・モーイライカーは何日かの昏睡状態の後に死去した。ヤンセンはこの事故でアバラボ骨を骨折し、飲酒運転の罪で2ヶ月の出場停止処分を受けた。2009から10シーズンは、 エールディビジ初優勝を果たし、2010年夏には、ヨハン・クライフ・シャールを獲得した。2010から11シーズンは、リーグ戦30試合に出場して、自己最多の13得点を挙げた。リーグ戦では、アヤックス・アムステルダムに次ぐ2位に終わったが、KNVB カップでは優勝し、UEFA ヨーロッパリーグでは準々決勝に、進出した。2011年5月、 オランダ年間最優秀選手賞を受賞した。2011年5月23日、2年契約でアヤックスアムステルダムに移籍した。移籍金は公表されていない。2012年8月29日、フルスノフェテス製完全移籍。2014年3月4日、現役を引退した。2006年8月16日、アイルランドとの親善試合でオランダ代表デビューした。 同年9月9日には UEFA ユーロ2008予選のルクセンブルク戦に出場したが UEFA ユーロ2008本大会メンバーには落選した。2010年8月11日、ウクライナとの親善試合で4年ぶりに代表に復帰した。代表での全出場試合。ありがとうございます。